ジャスコカーライフはかつて存在した自動車ディーラー。ジャスコの自動車販売部門だった。1981年、松田とフォードが日本での新規販売チャンネルであるオートラマを立ち上げる際、全国統括会社、株式会社オートラマにジャスコも出資することとなり、自動車ディーラー事業へ参入することとなった。そして1982年3月より、 全国各地にディーラー運営会社、オートラマライフが設立され、正式にオートラマ販売網に参加し報道者の販売を開始した。各地方会社は独立法人になっているが、全社、ジャスコの全額出資であり、事実上、蓄割なしの全国一社体制だった。全国のジャスコ敷地内などに店舗を構え、オートラマの設立コンセプトである、新社だけではなく中古車。 カー用品なども積極的に取り扱う、車に関する全てを取り扱うトータルオートセンターを通じて従来のメーカーディーラー主導と正反対の顧客志向を体現するものだった。最盛期には全国で年間1万台も販売し、全国で売られた報道車の6台に1台がオートラマライフの扱いだった。そして1987年11月には、 スバル社の正規ディーラー券を取得。ディーラー券の受け皿会社として、ジャスコカーライフ株式会社を設立し、独立店舗の他に、オートラマ店舗での併売も行った。しかしバブル崩壊後は、販売台数が下降し、イオンの事業整理のため2000年2月に、事業撤退となり、完全閉鎖になったり他企業に、事業売却されたりした。2020年現在、フォード新州。 フォードライフチューブ、フォードライフ標語が、他企業によって営業を継続している。ジャスコ30年史。ありがとうございます。